はい、どうも、ともしです。今回はですね、サトチューンチャンネルの、人気の秘密についてということで、最近私、サトチューンチャンネルとか、サトチューンチャンネル2とか、まあ、主に2の方から見てたんですけど、人気あるのかどうかわかんないけど、なんで人気があるのかなと。仮に人気があるとして、何がサトチューンの魅力なのかなと思ったんですけど、たくさん動画を上げてるところとかですかね。ただやっぱメインなのは、見た目だと思うんですよね。見た目が、ちょっと面白いので 見た目が面白いので、特に見た目と内容のギャップはあるとは思わないですよね。なんかこう、語ってる内容も、割とそう、このそのなんか、その辺のおっちゃんみたいな語りでしょ？で、見た目はなんかさ、なんか普通のおっさんじゃないよね。なんかこう、なんていうのかな。取り留めもないっていうか、なんかこう、人間離れしてるっていうか、なんていうのかな、何歳だかも分かんない、おっさん、年取ってるのか若いのかも分からないし、なんかこう、ちょっと浮世離れしてる感じの見た目なんで、そこがちょっとこう、なんていうのかな、非現実感があるんじゃないかな。それがね、多分ね、面白いんだと思うんですよね。なんかね、イメージ的に言うと、ドラゴンボールのカリン様みたいな感じ。ドラゴンボールのカリンさんみたいな感じで、なんかちょっとね、人間離れした感じがするんで、そこが多分ね、受けたんじゃないですかね。あとなんかいろいろ嫌われてるとか、コメント閉じてるとか、いろいろあると思うんですけど。はい、そんなところでした。